渡辺や資料館渡辺家資料館は秋田県和野市にある古民家を活用した展示施設内部を修復し代々伝わる骨董品類などを含めて公開している5月から11月の間午前10時から午後4時まで公開している入館料は無料ただし1週間前までに予約が必要である建築学場も貴重な建物として その筋の関係者の注目を集めている。特に宣伝はしていないものの、今では珍しい色々を囲んでの撮影会などが開催され、その存在が知られるようになってきた。渡辺家主や渡辺家土蔵、渡辺家門、渡辺家住宅として、主や土蔵、門の三件が国の登録有形文化財に登録されている。渡辺家は、花輪大館所の役人を務めた。 在京武士の家計を引く旧家である。中世上官である、石鳥屋館跡に位置する渡辺家住宅は、その規模の大きさと、上質な溶剤や造作に特色があり、特に、来品用の小座式や、壺庭を挟んで体をなす24畳半時期の大座時期には、園児や霧がふんだんに用いられている。また、当家の記録から、上等年と大工東領、 アサリ重基地が判明している。母屋の北東に位置する、桁き発見、リマ島の中規模の米像で、都大像と呼ばれている。母屋と同じ大工棟領によって建設されたことが分かっており、外壁などは鉄板で覆われているが、内部はほぼ建築当初のままである。母屋の南側正面に立つ木造役員門で、鉄板武器の切り妻屋根を架けている。 手前にいた壁を廃止、扉を設けない開放的な門で、アプローチの石段とともに、屋敷地の表構えを作る構成要素になっている。薬員門とは、本柱2本、控え柱2本の4本の中上に、切妻屋根をかけた門のこと。胸は本柱、控え柱の中間より前寄りに位置する。ありがとうございます。